どうも、まさとです。今回は地形図について解説をしていきます。で、地形図っていうのは簡単に言うね、こういう風に大量に線が引いてある地図のことを言うんですけどね。で、この地形図の問題が結構入試とかね、学校の定期テストに出題されるんですよ。ここのね、攻略の仕方は、絶対押さえなきゃいけないところを理解したら、問題を解きまくっていけば、この単元は攻略できますからね。その絶対やらなければいけないこと、押さえなきゃいけないところを、僕のね、動画では扱っていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まずめっちゃ基本的なところから確認していきますからね。方角を確認していきます。まず地図は上が北ですよね。そして下が南、右側が東、そしてこっち側が西側ですよね。これはわりかし攻略できるんですけど、この隙間がね、わりかし間違えやすいんですよ。北と東のこの中間地点の方角、これなんていうかって言ったら北東ですよね。北東です。じゃあここはってことですけど、ここは南東ですよね。南東と書いて南東です。ここはってことですけど、ここは南西ですね。そしてここは北西です。で、これここの隙間の部分の法則わかりますか？よくある間違いとしては、はい、ここの方角どこでしょうって聞かれた時に東北とかって答えてしまうんですよね。東北ではありません。北東ですから、間違えないようにするためにきちんとここの隙間のね、ネーミングの法則を覚えておくといいです。必ず一番最初に北と南が来るんですね。そして必ず後ろ側に東と西が来るっていう法則を覚えとけば、ここの方角なんでしょう、答えなさいって問題の時に東北とかっていう風に答えずに進みますからね。北東っていう風に答えてあげれば OK ってことです。それで地形図にはね、いくつかの種類があるんですよね。まず2万5000分の1の地図っていうのと、5万分の1の地図っていうのがあるんですよね。2万5000分の1の地図っていうのは、実際の街あるじゃないですか。これを2万5000分の1サイズにしたっていう地図のことを言うんですよね。なんだかよくわからない人は、とりあえず地図っていうのはこの2種類あるんだってことをまずはしっかりと理解しておいてくれれば大丈夫です。だんだんわかるようになりますからね。それでこのね、地形図の特徴の一つとして、こういうね、線が引いてあるっていうことなんですよ。で、この線っていうのは大きく分けると2つの線があるんですよね。細い線とぶっとい線っていうのがあるんですよ。それでこのね、細い線とぶっとい線っていうのは標高を表しているんですよね。例えばこのぶっとい線のところに200って書いてあるじゃないですか。そうしたらこの線が引いてあるエリアは標高200メーターですよっていう意味なんですよ。この線のことを全部まとめて等高線、等高線とかって言うんですね。で、このね、細い線とぶっとい線っていうのは標高を表すものだって今言ったんですけど、それでこの地形図にはこの細い線とぶっとい線っていうのがあるわけですけど、この細い線っていうのは2万5000分の1の地図の時、標高何メーターごとに引かれている線かって言ったら10メーターなんですよね。これは絶対に押さえておきましょう。例えばですよ、この地図が2万5000分の1の地図だったとしたら、この細い線っていうのは標高10メーターごとに引かれているので、210メーター、220メーター、230メーターっていう風に数えていくわけですね。それで、このね、10メーターだけはね、絶対頭の中に暗記をしておいてください。これをね、しっかり覚えておけば、他のやつはね、全部空欄埋められますからね。それで、このね、細い線なんですけど、5万分の1の地図の時、細い線っていうのは標高何メーターごとに引かれているか答えなさいって問題が出てきたりする時があるんですけど、これね、どういう風に考えるかって言ったら、2万5000にいくつかけたら5万になりますかね。これは、2かければ、2万5000は5万になりますよね。なので、ここも同じような感じで、かける2をしてあげると、ここの数値が出てくるわけですね。細い線っていうのは、5万分の1の地図の時、20メーターごとに、標高20メーターごとに引かれるんですよね。じゃあこのぶっとい線はっていうことなんですけど、このぶっとい線、2万5000分の1の地図の時、標高何メーターごとに引かれるのか。このぶっとい線っていうのは、細い線5本ごとに引かれる線なんですよね。なので、これかける5してあげれば、ここの数値が出てきますよね。なので、ぶっとい線っていうのは2万5000分の1の地図の時、50メーターごとに引かれているということですね。標高50メーターごとに引かれています。じゃあ、ここはっていうことですけど、同じようにかける2をすれば、ここの数値が出るわけですね。
標高100メーターごとにこのぶっとい線が引かれています。この基礎知識は押さえておかないと地形図の問題は絶対に攻略できませんので、ここはまずね、しっかりと押さえておきましょう。それで地形図の中にはマークが出てくるんですね。このマークのことを地図記号っていうわけなんですけど、地図記号すごいたくさんあるんですよね。それで教科書とかに載っていますから、教科書でね、ぜひとも確認をしておいてください。ちょっと解説はね、入れておきたいなって思うね。地図記号をね、こちらの方に書いておきました。まずね、針葉樹林っていうのがあるんですけど、この三角形の形をしたようなマークですね。これは針葉樹林を表しています。じゃあこのね、針葉樹林っていうのは何かって言ったら、まずこのね、針っていう字に注目をしましょうね。針みたいな葉っぱをした木のことを針葉樹林というわけですよ。つまりなんかこんなような形をしているのが針葉樹林ですよね。こういう葉っぱをした木がたくさん生えているエリアのことです。それでこのなんか丸みたいな形をしているマークありますよね。これ何を表すかって言ったら広葉樹林、広葉樹林っていうのを表すんですよ。で、広葉樹林っていうのはこんな感じで葉っぱが平たくなっていて、面積が広いね、葉っぱのことを広葉樹って言うんですけど、そういうものが生い茂っているところにこの広葉樹林のマークたくさんありますね。さらに二重丸が市役所、そしてただの丸が町村役場、町村役場ってこれで読みますね。で、郵便局はね、これよく見るからね、大丈夫でしょう。それでね、この文なんですけど、文に関しては小中学校ですね。で、このね、文に丸がついているのが高等学校なんですよ。それでちょっと注目してもらいたいのが、この市役所、町村役場と小中学校、高等学校、ちょっと注目してみてください。この辺ね、結構間違いやすいんですよね。はい、このマークなんでしょうっていう風に聞かれた時に、高等学校とかっていう風に答えちゃったりするわけです。なんとなくの法則性わかりますかね。これ丸がくっつくとグレードアップするんですよね。市と町って言ったら町の方が小さいですよね。なのでただの丸なわけです。これ丸が1個増えると市になるわけですよね。市役所になるわけですよ。逆に学校の例で言うと、高等学校よりも小中学校の方が規模が小さいですよね。普通に小中学校っていうのは文のマークです。グレードの高い高等学校になると、この文に丸がくっつくんですよね。なので丸がくっついていたらグレードアップするんだみたいなイメージを持っておくと、はい、このマークなんでしょうっていう風に聞かれた時に、高等学校みたいな感じで間違えて答える恐れはなくなるということですね。で、あとね、これ読み方難しいのでね、取り上げました。これ城跡、城跡という風に読みます。もうはっきり言ってそのまんまですね。もともとお城があった場所ということです。これをね、押さえた上でね、ちょっとね、実際の問題見ていってみましょうね。はい、それでまず一番最初のね、問題見ていってみましょうね。こんな問題がよく出てきます。この地図の縮尺はいくつでしょうか、答えなさいみたいな問題が出てくるんですね。簡単に言うと25,000分の1でしょうか、50,000分の1でしょうかっていう問題なんですよ。それでね、考え方なんですけど、この細い線というのは25,000分の1の地図の時、標高10メーターごとに引かれていますよね。そして50,000分の1の地図の時には標高20メーターごとに引かれていますよね。この細い線が何メーターごとに引かれているかを数えていけばわかるわけです。10メーターごとかなみたいな感じで、まず山張って数えていくんですね。200、210、220、230、240、250、あ、10メーターごとに引かれてるっていう風になるじゃないですか。そうしたらこれドンピシャなので、25,000分の1の地図っていう風に答えればいいわけですね。なので答えは25,000分の1と答えればいいわけです。これ標高20メーターごとかなーっていう感じで山張って数えていくと、これ数字合わなくなるんですよね。220、240、260、280、300、あれ合わないぞっていう風になっちゃうんですよ。なのでこの地図は20メーターごとに引かれていないので、50,000分の1の地図ではないですね。25,000分の1の地図です。次なんですけど、 A 山の標高を答えなさいっていう問題が出てきたりします。まず標高分かる場所見つけておきましょう。まあここからね、数える必要ないんで、ここから数えていきましょうね。はい、ここのぶっとい線は250メーターの地点です。A は山だって言っているわけだから、ここから標高がどんどん高くなっていくわけですよね。なので260、270、280、290、300、310、320、あ、答えは320メーターだっていう風に答えることができるわけですね。それで A 山と B 山はどっちの方が急なんでしょうか、答えなさいという問題が3番の問題です。これのね、考え方なんですけど、幅を見てみましょうね。
ここの感覚を見てみると、B 山の方が幅狭くないですか？短い距離で一気に50メーター標高が高くなってるんですよ。っていうことは B 山の方が急だよっていうことですよね。ここの等高線の間隔が狭ければ狭いほど急激に標高が高くなっていっているということなので、この等高線の幅を見てもらえれば、こういった問題はしっかりと答えられるようになってきますね。なので答えは B 山と答えましょう。で、割とね、ここまではなんとかなるんですけど、これがね、難しいんですよね。郵便局から市役所まで地図上では6センチありますと、実際の距離は何キロでしょうか、答えなさいという問題が出てくるんですよね。はい、まさとくん人形という人形があります。この人形を売り出して僕は大儲けしようというふうに考えるんですよね。で、このね、人形というのは非常に精巧に作られています。10分の1スケールで作られているんですよね。それでこのね、まさとくん人形を定規で測ってみたら 17.5 センチあったんですよね。実際の身長何センチでしょうかっていうふうに聞かれたら、175だって答えることができるじゃないですか。どうやって計算したかというと、17.5 に10を掛け算して答えを出しましたよね。つまり実際の距離を求めたかったら、定規で距離を測って分母を掛け算すれば答えが出せるわけですよ。これも同じなんですね。郵便局から市役所までの距離は測ってみたら6センチだったわけですよ。なので6センチに分母を掛け算すればいいので、この地形図の分母、縮尺の分母いくつかって言ったら2万5000ですよね。なのでこれに2万5000を掛け算します。そうすると15万センチっていう風に答えが出せますよね。いきなりこれ15万キロとかっていう風にしないでくださいね。15万センチですからね。どんだけ距離あるんだっていう話になっちゃいますからね。で、これ問題見てみると、何キロですかっていう風に聞かれているわけだから、このセンチをキロに直していく必要があるわけです。なので100センチで1メーターですよね。これメーターに直していくと1500メートルになりますよね。1000メートルで1キロなわけですよ。なので 1.5 キロだっていう風に答えることができるんですね。なので答えは 1.5 キロなんですけど、単位の換算が難しくってわからんっていう人がいると思うんですよ。そういう人は今から紹介するやり方でやってください、単位の換算を。まずよくわかんなくってもいいんで、線を6本引いてください。一番端っこにセンチ、一番端っこにキロと書いてください。そして右から3番目にメートルを書いていきます。このボックスを覚えちゃってください。それでこれ15万センチをキロに直したいとかっていう風に思ったら、このセンチの脇から、この数字を片っ端からぶち込んでいってください。00005051っていう風になりますよね。キロに直したかったら、この真下で小数点を打てばいいわけです。そうしたら答えは 1.5 キロメーターっていう風に答えられますよね。こういう裏技もあるわけです。逆に応用なんですけどね、1キロをメートルに直したかったら、キロの脇に1っていう風に書いて、メートルに直したいので、このメートルがある線のところまで0を入れていってくれれば、はい、1000メーターだっていう風に答えられますよね。まあこんな感じでやっていくと一瞬で攻略ができます。はい、まあというような感じでね、こういうようなね、問題がよく出てきますので、基礎知識として今回一緒に勉強していったところを押さえていってもらえればバッチリだと思います。あとは問題たくさん解いてくださいね。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ではまた。